はーい始まりましたえっちゃんハウウスインウルバーはい、はい、パーソナリティは、えー、明日がね息子の入学式でちょっとワクワクしているナオミとすっかりね、はい明日から新学期と <laughs>、はい、いうのを忘れてた、はい、えっちゃんでお送りいたします。 そっか、明日からなんだね。はい、明日から学校ですよ。ね、エラー準備。もう始まってるとこもあるんですかね。あ、ね、準備したと本人は言ってますけどね。でも高校生でしょああ、息子。高校生とあのね。高校生はもうあれよね。高校生は今はね、できますね。はい。ね、小学生もね、上履きね。はい。から買いに行かないといけないんで。はい。と、ね、楽しみですね。楽しみですね。どんな先生に当たるか。そうですね。まずは。ね。はい。 本当ですね1年間どんな先生にあたってどんなクラスになるんだろうとそうだね直美さんとね私のところはね同じね学年がいるので男と女違うですね楽しみですね5年生あっという間に小学生終わりますけどはいじゃあもうね早速最近あったお話 を始めマッチングハウスの中だったお話ですが、一週間がね早くてね、早いですね。智子さんってねメンバーさんいるんですが、あの昨日ねあのフェイスブックにもう一週間経った感じがすると言ってましたね。火曜日なのに、そうですね。まだ火曜日今日で水曜日なのにね。中身がねこういうんですよ。ね はい、はい、じゃあまず、えーとうん、もうね、はいえー、ほやほやの、はい、昨日の話から昨日の話から昨日午前中はね、はい、どこで何をしてたんでしょうです、ね、月に1回第1の、ね、火曜日に行うこの沖縄市の社会福祉プラザ、はい、高原の方にあるんですけれども、はいはい、そちらの方でですね、えー、と2階の研修室を借りて10時から12時にグッバイヒーリングをね、はい やりましたね。じゃね、わかりましたね。もう三回目。三回目になりますね。プロなってますね。は三回目でね。ね。はい。まずね、受付してもらって。受付で何かやるのかね。カルテ、最初の方に一応カルテというかね。ええと、どんなことで。聞くというか、まあ、なみ、悩みとか。どんなことっていうのを簡単に書いてもらって、ちょっとユンタクしながら。これって、悩みがない人も来るの?。悩みがない人も。 今なんか何かある人何かあるか人が来ますねちょっと話がしたいとか吐き出しかなとか吐き出ししたいとかちょっと聞いてもらいたいっていう感じの方が多いですねあそうですね何もなくってくるっていうのはないんですねそんとこないですね面白いですねあの受付のね直美さんがね突然ね受付じゃなくなって昨日ですね吐き出しをいっぱいやってたようですけどはいそうですねみんなにねどうでしたかねなに お客さんの気分になりたかった感じなんですか？いや違うんですね。以前からね、はい、私あの、うん、吐き出しが足りないよって言われてるんですよ<ー>メンターでね。はい、あそっか吐き出し担当なのに吐き出しの気持ちがわからないと、ね。んですけど、はい、で私の中ではもうブログだに何なりちょ書いてるつもり。 っていう感じでもいいのかなって思ってたらまだまだって言われて言われてるけれどもねなかなか出されなかったので急遽ね受付ちょっとダメみたいな吐き出しに回ってと言われたのでやってみてどうでしたか？やって時間ですよ。二時間もうずっと喋るの自分のこと。そうですね自分のこと喋ったりこの聞いてもらってるエリカさんだったりエミさんの話聞いたりとかしながらちょっとユンタクみたいな感じで過ごしたんですけど吐き出すってなかなか。 最初難しいよってまず何からってるのて田さん言いたいのはあるんですけど「言う言う」うって思うこのやっぱり言い出せいってはいけないのかとかある意味上から目線なのかもしれないんですけどまずは身近なね出来事から話すとねであそうなんだとかね自分の。 思ってることを言ったらエリカさんが上から目線とかそうだねっていうのに気づかされたりはいエリカさんの返し方はどうだったんですかエリカさんはこのまずグッパイヒリムのね主旨とかねこの柱を聞いたあはって確認してまずはじゃ自分の中でどう進めようかっていう組み立ててたと思うんですけどまず共感しながら最初ははいって聞きながらもやっぱりちょっとねって思ったのに対してはプチチ言って言ってくれて全部を共感ではなくてそれこそ 上から目線でね、イバとかっていうのもそうだって、自分もいいなか、そうですねって思われてはい、そうだったんですね。聞いてはほぼ聞いてはいましたけど、視点を変えてくれる役目ですね。はい。エミさんどんな感じですか？エミさんにはちょっとね子供の片付けがあってちょっと言ったら、そしたら私もそうですよって言って子供に言うけれども。 横見たらあ私もじゃんって言って、うん、結局一緒って言ったら、うん、直美さんもだからできてあそうだねみたいに、うん、できてないからっていうのをそっか問題上は他人って言ってるけど<ー>自分なのをすり替えてるっていうのにまた傷あ<ー>あって言いながらじゃあエミさんはあれなんだ、うん、自分の体験も体験とか鏡とかを中心に伝えてま、ねはい、したね、はい ちいかさんはねなんかちょっとフィ、うん、ーリングじゃなくて一応私から吐き出ししていいっていうのをしてちょっと。 軽くユンタクでしたりチーカーさんも吐き出ししながらでも前みたいにならやらなくなったねっていう話をしてそうなんですって言ってチーカーさんが始まりそうだったので吐き出しがねちょっと止めてでもあチーカーさんの聞いててあちょっと重なる体験っていうのかなこの人に対してこうなんか嫌な色眼鏡で見てる自分がまだいるとあなんか私もこのママ友みたいな感じで娘を通してありますっていうのまた私から話してそういうの話したりとかお互いで 吐き出しあいっこしてたんですね。チーカーさんとははい、なんか、じゃあいろいろなやり方があったようですが、私のところはね。吐き出しではないんですよ。私のところそうですね。私も担当なんですね。このあのグッバイヒーリングの中で端っこの方でで面白いのが皆さんほらこの人の内容を聞いてやってるじゃないですか？私何も聞かないんです。 何も聞かず手を握ると何だろうこの人の何かなのか江原風って自分は言ってるんで江原さんみたいな感じで頭に映像が来るんです例えばちかさんの場合はクレヨンでね子供がお家の中をね真っ黒黒で塗りまくる。 シーンが私に来て、はい、でその時どう思いますかって言ったらやっぱりこうマイナスな視点だったので、うんはい、じゃあエリカさんだったらどうやると思いますか、はい、って聞いたらエリカさんだったら「あイカスミのね何とか見いって笑ってかわしそうっていう話をしてたら、うん、やっぱりあの同じものが来ても、はい 考え方でこんなに変わるっていうので、あの最初ドドロが来たんですね。ドロドロ、ドロが最初に頭に来て、ドロってなんだろうと思ったら、やっぱ保育園がそういう保育園でね、ドロびっちゃんで遊ばす。で、そしたらちかさんにじゃあお家の中にドロを入れても平気ですかって聞いたんですよ。ここでだから平気ですって言わないと、だってじゃあ180と違うじゃないですか。子供がね、汚いかこっち入れないでって言ったら。 あれ学校ではねいいって言ってたのに落ちではダメって言ったら子供が戸惑うじゃないですだからそういうのをね教えてくれてて視点を変えるすごいそう賃貸だからとかねそういうのじゃなくてね生かす身に変えるね、そうですね発想変わるとね楽しいですねそういうのがね降りてくるんですよ面白いですよ一秒後にできることはこれですとか あとはですね生霧さんもね1名来ましてそれがまたその人の娘さんが来てやっぱりそれをね何で来るかが分かったんですが昨日ね体験させてくれるんです私にその人の状況を今どんな状況かやっぱりこう見た目では分からない表面では分からない言葉でも分からないことを私が体験すれば私伝えられるじゃないですか。 前来るシーンにも多分いろいろあって自分が体験したのは本当に前が見えない前が見えなくて何だろう何やっていいかが分からないってあったんですねこれも多分すり込みで今までやっぱり周りがねみんな先生方なんですねこの方もそうだったんですけどレールがあってねこういうふうに生きないといけないっていうのがあったのでなんかこの子もね 多分だからそういうレールになって、はい、い,かい,いかないといけない視野の狭いレールだ,ーだったのがポンとなくなっちゃったんですよ。よ、はい、そうするともう前が見えないモグラ状態ですね。 はい、だからそれで不安になっているっていうだけで、うん、でもほらエッチャーハウスで今やってるのは1秒後何が起きるか分からない、うんはい、目標を持ってもそれに本当にいくのかなっていう感覚でもとても楽しい人生を送れるよっていうのを今やってるじゃないですか、うんはい、だからそれをお母さんがじゃあつか伝えていく番じゃない、うん、っていうことで、はい、でもやっぱりね20代の前後っていうのは、はい、多感な時期であまり、はい なんかお母さんとか親の話聞かないんですよ。だからそれもなんかこうねえちゃんを連れやるみたいなメンターみたいなことはできないので、どんなか方法ないのかなと思ったらあのスゴロク今私のスゴロクってできたの見ましたか？見ましたね。月曜日の知恵袋でねあのハルピョンがハルピョンっていうね最近ハルピョンに任命された。 なお、ロン元中曽根さんがね。あの伝えてくれてるんですけど、あれはなんで？私ね。私の体験がわかるかっていうと、いつも一緒にいたからなんですけど、それをだからこうなんだ分岐点が必ずあるんですよ。あの、その都度その都度でもうどっか選ばないといけないっていう時があってね。それをここ右選んだら。 また次の段階が見えてきて、はいうん、また分岐点があって、はい、また左選んでって自分はやってきて、はい、今があるんですけど、うん、そのすごろくをね、うん、あの何だろう完成させたんですね、うん、自分の5年間のスゴろくを完成させて、はいはい、それを見た時にあ ね説明聞いてどどうでした？何か感じましたあれから聞いて、うん、もう最初のスタートと今は本当に全く違うことをしてるし、ねはい、その時その時目の前に来ていることを素直にちゃんとこなしてるこなしてますね。そう、はい。何もあの <laughs> なんだろう疑いもせず。 素直にねこなして苦しい時もあったのかもしれない苦しかったですけどそれはちゃんとこなしてその時々のね自分に合ったものがねちゃんときて乗り越えられるものがきてちゃんとこなして進んでるんだ。 全部んです、ね、なんか、うん、あの目の前に来たものは絶対乗り越えられるっていうのは分かってたし、はいうん、でもな、ね、将来何になるかさっぱり分からないんだけども疑ううっっていうのはなかったですねすごいなと思ってたの苦しいのはありました乗り越えきれなくて苦しいのはありましたけどじゃないとか。はい 自分信じないとか、はい、人信じないっていうのは本当になかったですね。はい、あ、だから早いんだ。今わかりました。うん、はい。はい、<laughs> うん。で、はい、それを、だから、もうちっちゃいものをね、うん、コツコツとやっていく。うん、はい。 これが成長の法則最近しょっちゅう成長の法則って出てきてね直美さん何ですかいつもね説明させられるんですけれども最初はね何もできないと思ってた私本当にエっちゃんハウスにね関わることにねただの裏方のお手伝いでいいやと思ってたんですけれども私の部屋貸しと一緒ですよねお手伝いしましたでも去年ぐらいからかな知恵袋講座をね担当ちょっとねするように1回持ったり3回持ったりできないもう逃げる たたいっって本当思んですよね1回きりだったらもう満足で終わったそれを1回2回3回ってね10回ぐらいこなすとやっぱ反省だったり課題も見つかってくるで振り返った時に「いやできないこの講座自体絶対やりません」って言い切ってた私がやってるっていうこの継続すると成長も感じるし。そうですね 今後もなんかね、できるんだって、なんかできそうな感じ。いろんなことが、ぐじぐじしながらやってはきてたんですけど。やってみることで、また次は見えるって、根拠のない自信が。見えるっていうこと継続が大切っていうのも。でも面白いですね。知恵袋ができたのは。あの、あれだそうですよ。ラジオとか受け持ったりとか、その前があるんです。そうなんですね。とか、ええ、に、ええ、習字教室の。 ねバイトをしたとか、その前に英語教室したとか、やっぱりちっちゃいものをねちゃんと掴んでるからななんですよ。そうですね。すぐにはいじゃあ講座やってっていうわけじゃなくてね、なんかそのあたりですよね。もっともっとだから細かい前に自分で進んだ道があるんですね。そうだラジオもやねできないって言ってたでしょ。できないって言ったのをこなしてましたね。はい。だからそれそういうのもあの一歩 つ,つこう来てるのので、はい、それのね今すごろく、はい、みんなのすごろくを作ろうと思って、うん、昨日ね「永、はい、種の会のお」の、はい、終わったあにね、うん、あの直美さんとえりかさんとちいかーさん3人に作ってもらったんですよ。はいはいはい ナオミのがね、はい、すごいね今手元にあるんですがね <laughs> 今からちゃんと作りますが <laughs>、はい、くどいですね, <laughs> ですねこのすごろくくどいバージョンねえ見てくどいって言われましたね、はい、まずね。 まあねいいことはねここにいたいエッチャンハウスにもしがみつきたいっていうのがねところどころにありそのしがみつきたいにもかかわらずぐじゅぐじゅねもう文句ばっかり言ってたんだなというのとかねすごいいっぱいいろいろねありますねで「大きなカツ」っていうのがねんかあったりとかねんかこれすごい思い出になるので作ってねみたいなと思いますが。 エリカさんの場合はね、ストップやろ。そうですね。もうすぐストップかけられてね、いろんなもので。はい。だからストップかけられてるから、じゃあ進んでないのかっていうと、どうですか、エリカさん。だいぶ変わってるよね。はい。とても進んでますよ。一年前のエリカさんと全然違う。うん。み、っていうかみんな違うんですけど、チーカーさんなんかね。ね。何、あの昨日だから A.C. の会、午後からは。そうですね。トリもキッチン、グリル、あの合わせの方なんですけれどもね。そこでね。はい。 これも回目ぐらいかなそこでもうえっとね新人さんが一人ねいてどんなふうに今回は展開されるんだろうととりあえずね資料みたいなのは作るんです前もってねで作ってそれで動くのかと思っていたらたった1行ぐらいねあれはやってどうなったかっていうとそれからこの人が喋ったものから何かヒットしたもの 例えば断捨離っていう言葉が来たら、うん、断捨離って言葉が来ると次右側にですね断捨離で引っかかってる人とか、はい、なんかこう旬な人たちが頭に来るんですよ、はいはい、じゃあそこにいるんですねはいで、はいじゃあ断捨離で言いたいことはっていう感じでやるとるこの人が今度また話し始めるんです、はい、急に、はい、じゃあ断捨離はなんとかひんとかってね、うん、で全然違う話になってくるんですけど、はいはい、そうすると また視点が自分がそこに向いてなんか吐き出しとか来たら吐き出しまた次左側に吐き出しのなんかこう人たち今の旬の人たちとかそういえば午前中の「グッバイヒーリング」で言われてたなとか私の引き出しが開くんですい急に開いて例えば言われてたから「はいじゃあどうぞ」って別に何言ってって言言ってないんですけど「はいどうぞ」って言ったらみんなね話するんです。 これも突然できたわけじゃなく、はい、やっぱりその前のね、うん、巻き戻しの法則じゃないんですが、はい、えっとシェア会とかがあったり個人メンターがあったりで吐き出しをこうやってたりとか、はい、なんだろうこういう機会がいっぱいあったんですね、はい、その前に「はグッバイヒーリング」もう午前中ねはい、はい、福祉プラザで吐き出しもしてるからその話が出てきたりとか、はい、これって前もってなんかこれを話ししようとか。はい えー、思考で考えるんではなく、うん、その時思ったことをパラッて口に出す練習なだから新人さんにとっては、うん、もうドキドキするこの時間だと思うんですけど <laughs>、ねはい、でもこのベテランさんもうずっといる人たちにとっては自分たちの吐き出しにもなるしこう「入ってどうぞ」って言われたら、はい、そこから自分の過去引き出しを開ける。はい っていう練習になって、加工を振り返る。で、その加工を、また新人さんが聞いて、あ、これでいいんだってね。あ、この人ってこうだったんだとか、なんか安心する。安心しますよね。これが昨日ね。ね。はい。なんだろう、ずっと続いてね。ね。な、二時間。二時間。ずっとこれで。そうですね。はい、どうぞ。はい、どうぞって、自分は言う人で。したら、言うんです。あの、なんだろう、的のあった話をするんですね。 でそれをまた何かね,ね、うん、膨らますとか、うん、話を膨らまして,いて、はい、でこれある意味なんか漂流期っぽいなと思ったんですけど<え>どううででしたそうですね何が起こるかわからないし、うん、急に当てられるし <laughs> でたまにあってねしどろもどろりながらみんなそれでも喋るので喋、はいね、ってましたね私もこうやってね、はい、振られて喋るのできない人だったので。はい これができるっていうのはやっぱりほらシェア会だったりね、いろんなのの場数があったんだって。そうですそうですね。すごいですよね。うまく話しようと思った。これ、この場に入れない。し苦しいですよ。もう、いつ当てられるか。って本当に。そう。うん、想定外ですから。当てられるかなと、はい、次から、丸から、飛ばされ。あの、なおみのね、手前でね、しめ、しめられたりしてね、私喋ることないけどとかね。本当にこのね。 なんか流れが毎回あると普段のねやらせっぽい講座とかねなんかロボットっぽいこの会議とかつまんないですね。そうですねだってもう演じの会で全部つながって昨日「そうだグッバイヒーリング」で言われたものとか「グッバイヒーリング」で「あそういえば聞くの忘れてたな」とかね。 あったんですよ後で聞こうと思ってたのがタイミング逃して聞けなくてあもうじゃあいいかと思ってたらこの「英心の会」の午後に「たたたままそのタイミングが来んでですねうちいかさん行っていいんですか?」って言うから「今タイミングなので」って言ってもらってその行ってもらったのからまた話がこうつながっていくというかこれありかな お母さんだからできる特有なものなのかな。お母さんってほら井戸端会議好きじゃない。そこで話膨らますの上手でしょ。戻ったりもしますからね時々。主婦はね。主婦はね、なんか話がまた同じ話をしたりとかするけど。そうなんですかね。なんかね、だからできたのかなっていうような。あれ何時間でもやろうと思えばできますよ。はいはい楽しかったですね。楽しかったです。はいで話をねずっとねあのなんだろう自分に持ってくる。

であと面白い無意識にね当てるので、うんはい、これ面白いですね何、うん、だろう自分がやっぱり当たってると思ってこう喋ってるんですが、はい、後から考えると、はい、あれなんか感謝が足りなかったのかなとか、はいはい、もう一人の人と比べてみて、はい、あれ、うん、やっぱあっちかなあっちの人の話し方が本当は正解だったのかなとか、うんはい、後からまたね気づ,く気づくことありますね。同じ ことを違う目線で話してるなんてさっき私もあそうなんだと思ってあの時は気づかないんですけど帰ってから今日の朝とかねきぽっと気づいたりとかするのでこれも漂流記の特徴でねその場ででは気づかないんす帰ってから冷静になってその時をデータとして頭に残ってるので「あれ?」とかね客観的に見てそれをまた分析してその人に伝えると ああ、そうだったのかね,ね。またなんかここで気づきがね<え>だからこう一席本当に五兆,兆ぐらいつながってますからね、はい、ずっと。そう、ここここはね、はい、あの演習の会はもう食事しながらなので、うんはい、ね美味しいものを食べながら,ながら満たしながら。はい もドキドキしながら、何が来るかわからない。そうですね。そう、楽しいですね。で、あと、何が来るかわからないっていうので、知恵袋カルタがね。完成しまして、二十枚あるんですけど、知恵袋中のフレーズを取ってね。月曜日のね、知恵袋最上級の。絆の、ご回目をやったんですけど。参加してますよね。知恵袋カルタ いかかがでした私タウンの時あの出来上がってるのちゃんと見てなくて保うシステムで座ってたので内容も実は聞いてなかったので初めてだったんですけど面白いと思ねそれもやり方をちょっとね工夫してねあの撮った人が喋るんでもなく撮った人の左側の人がそれについて説明。右側の人が それをもあの照らし合わせて自分の実体験これだからただ説明できるだけじゃダメなので最近ねエチャンスはね実践まで入ってきたので実践と照らし合わせないとダメなあのこれなくなってますよねもう帰れって言われるぐらいねお家で実践しろみたいなねそうですねそうそれがね取った人じゃなくて周りの人がねそうそうそうみたいな感じなので私ってね感じでドキドキしながらね楽しかったですねこれねなんかこうね無気 になってね、やってる人もいましたね。そう、取るってね必死のねお手つきしたりね。はい、そうこれだから遊び感覚で知恵袋をなら学べて、で自分の道をやっぱり遊び感覚で素ごろとして作って、あのねエッチャンハウスではみんな同じ道っていなないんですね。ですね。道を開けたんですけどレールを作ったように見えるんですが。 誰一人同じ道に行ってないっていうのがね、昨日気づいて、ごろくでね、<laughs> はい、はい、あら違う、ね、物語がみんな違うんだと。はい、だからそのあの巣ごろくの本にしてね、うんはい、やっぱりこうなんだか先が見えなくて不安になっている、うん、必ず目標を作らないといけないっていうこの。うんはい なんだろうすり込み枠からね外れてほしいなと一番大事なものって何なんだろうかっていうのをねこの本で学べるんじゃないかなと思いますそうですねいろんな人の例題というかいろんなレールがあるのでそれで5月のね第4火曜日でしたまたね「ドリームタウン」がね第20回になるんですけど具志川のね人文館で。 うるま市のね十一時からよ四時までなんですかそこでまたね発表発表っていうんですか展示物もありますしこの知恵袋かるたすごろくも自分の道を作れる なんだろうこのたたたたき台っていうかねこのなんかあるみたいですね。それをね商品化して皆さんにお届けしようとね。楽しみですね。うんすごい楽しみです。はいはいもうなんか気がついた25分になりましたね。はいもう大丈夫ですか？はい大丈夫です。はいはい。 あこれでは、ね、あこれでってそれでは <laughs> 今週もねなんか盛りだくさんでお届けしましたけど <laughs>、ね、ちょっと噛んでしまいましたが <laughs> やってるのにしょっちゅう <laughs> はいそれではじゃあまた来週ですねせーのバイバイ